ミュージックキャリーは、シャープが発売した、ラジカセスタイルのデジタルオーディオプレイヤーである。AAM ラジオ、FM ラジオのチューナーと、データ保存領域として 1GB ないし 512MB のメモリを搭載している。型番は、搭載メモリ 1GB のモデルが、QTMPA10、512MB のものが、QTMPA5 で、それぞれ数色のバリエーションがある。 本体再生用にスピーカーを内蔵しており、一般的なデジタルオーディオプレイヤーとは違い、据え置いての使用を前提としている。ラジカセのカセットにあたる部分をメモリオーディオに置き換えたものと言える。データ保存領域へは、チューナーの音を MP3 形式で録音したり、保存されたデータを再生したりすることが可能である。MP3, WMA, WAV に対応し、 CRM 機能にも対応。本製品へのデータ転送は、パーソナルコンピュータから USB 接続した上で、やり取りする。また、タイマー機能を内蔵しており、ラジオの留守録や目覚まし再生、スリープタイマーが可能となっている。ミュージックキャリーの製品名からも推測されるように、本体に音楽データを入れて、家の外での再生をするように考慮された製品だったようである。 しかし、当時は、AM ラジオ、録音可能なデジタルオーディオプレイヤーは、種類が少なく、さらに、ビデオデッキ並みの複数番組のタイマー予約録音が可能なため、むしろラジオをエアチェックするユーザーに広く受け入れられた。この種のデジタルオーディオプレイヤーに必須とされている、外部入力録音も可能であり、他のシャープ製、MD システムなどと同様、 簡易的なビューメーターでレックレベルを確認し、調整もできる。ただし、MD のような後からの分割、結合機能は皆無で、レコードなど雑音の多い外部機器からのオート録音には対応しづらいため、市販のパソコンソフトで編集する必要がある。ミュージックキャリー生産終了後、ヤマゼンをはじめパナソニック、ソニーなどからも同様のコンセプトの AM、FM ラジオ、 プログラムタイマー録音搭載のデジタルオーディオプレイヤーが続々発売され、SD カードなどの外部メモリーに対応している。ありがとうございます。